赤道の近く、アジア大陸の南端に伸びるマレー半島と、海を隔てて浮かぶボルネオ島の北西部からなる国、マレーシア。マレーシアは国土の約 65% が熱帯雨林のジャングルに覆われており、1000種を超える植物や500種以上の鳥類、珍しい蝶や昆虫が生息する豊かな自然に囲まれた楽園です。今回はそんな魅力あふれるマレーシアの絶景スポットをご紹介いたします。東洋の真珠とも謳われ、アジアを代表するビーチリゾートの一つ、ペナン島。マレーシア屈指のリゾートとして知られ、ペナン島の北部の海岸沿いにはビーチリゾートホテルが集まり、マリンアクティビティやゴルフなどのんびりとしたリゾート滞在を楽しむことができます。ペナン島の中心部であるジョージタウンでは、英国が支配していた時代のコロニアル建築群、鮮やかなプラナカン様式のショップハウス、モスクやヒンドゥー教寺院、中国寺院と英国寺院が一度に並ぶ通りなど、多彩な文化背景を持った建造物を見ることができます。マレーシアの首都クアラルンプール近郊にあるヒンドゥー教にまつわる洞窟、バトゥー洞窟。大鍾乳洞の中には数々のヒンドゥー教の神様が祀られており、天井まで100メートルもある洞窟内の寺院には聖者スブラマニアンがおり、ヒンドゥー美術の幻想的な世界が広がっています。多民族国家マレーシアならではの多様な宗教性、そして文化価値を感じることができます。東南アジアのマレー半島とフィリピンの中間、赤道直下に位置する世界で3番目に大きな島、ボルネオ島。ボルネオ島は東南アジアの島であり、マレーシア連邦、インドネシア、ブルネイ王国の3カ国が領有しています。熱帯雨林が生い茂り、4000メートルを超えるキナバル山などの雄大な大自然、オランウータンを代表とする野生生物との出会いなど、ボルネオ島は魅力に尽きない熱帯の島です。マレーシアの首都クアラルンプールから南へ車で40分ほどの場所にある行政都市プトラジェヤにあるピンク色のモスク、プトラモスク。このモスクはバラ色の花崗岩を使用して作られたピンク色のドームが特徴的で、通称ピンクモスクとも呼ばれています。外観だけでなく、建物内部もピンクを基調として作られており、クラシックなディティールの調和が神聖な雰囲気です。ブルーモスクよりも一回り小さいものの、先頭の高さは16メートル、館内は1万5000人を収容することができる迫力あるモスクです。マレーシアには多くのモスクがありますが、その中でも最も美しいモスクと言われるのが、1988年に建てられたスルタン・サラフディン・アブドゥル・アジズ・シャー・モスク、通称ブルーモスクの名前で親しまれており、その外観はため息が出るほどの美しさです。
建物はブルーとホワイトを基調としていて、鮮やかなブルーのドームとそのドームを囲むように立つ4つのミナレットが印象的です。調和のとれた建物の美しさはもちろん、その規模もマレーシア最大級を誇ります。マレーシアの首都クアラルンプールの中心地にそびえ立つ超高層ビル、ペトロナスツインタワー。20世紀完成の高層ビルとしては最も高く、その高さは実に約452メートルにも及びます。1998年の完成から5年間、世界で一番高いビルとして君臨しました。建物はイスラム教国であることを意識したモスクの先頭のような形になっており、クアラルンプールのランドマークになっています。15世紀にマレーシア初の王朝が成立し、東西貿易の要衝として栄えた町マラッカ。マレー文化に中国文化、そして400年以上にわたってポルトガル、オランダ、イギリスと統治が続いたことで、ヨーロッパ文化が合わさった独自の文化は高く評価され、2008年には町全体が世界遺産に登録されています。各国が残した建築物、教会や寺院とともに、宗教や食文化も長年にわたって受け継がれ、東アジア、東南アジアにおいて他にはないユニークな街になっています。マレーシア、マレー半島西海岸のアンダマン海に浮かぶ島、ランカウイ島。紺碧のアンダマン海に浮かぶ太古の森と、エメラルドの海に囲まれた島で、太古からの森を持つことから、マレーシアでは数多くの伝説が語り継がれている伝説の島とされ、2007年には東南アジアで初めてユネスコの地質遺産に指定されました。マングローブ林では豊かな生態系が育まれ、大空には優雅に舞う鷲、また島沿岸部には世界有数のラグジュアリーなホテルが建ち、贅沢なリゾートステイを約束してくれます。マレーシア、イポーの北約 20km、クアラルンプールの北約 150km、 パハン州にある高原リゾート、キャメロンハイランド。マレーシアの軽井沢とも呼ばれており、標高が 1500m を超えるため、南国マレーシアでも年間を通じて気温が20度前後と涼しい避暑地として人気のリゾートです。英国統治時代の国土調査官ウィリアム・キャメロンによって1885年に開発され、英国植民地時代より丘陵を利用した茶葉生産が盛んで、紅茶畑の美しい景観は必見です。南海に浮かぶボルネオ島にそびえる名山、東南アジアの最高峰キナバル山。世界中から登山者が訪れる人気の山で、珍しい植物が生い茂る熱帯雨林に始まり、森林限界、山頂付近の一枚岩という一つの山とは思えないドラマティックな登山が楽しめます。最後まで動画をご視聴いただき
ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。